これは100円ショップで購入したロープ、トラロープ、なんですけども、これをいつも部屋に置いておりまして、なんか気づいた時にっていうか気になった時にというかですね、ロープワークの練習をしてます。仕事では、通算、10年まだいかないですけども、数年間ですね、ロープ使う、仕事上ですね、ロープを使っていまして、特に荷台とかでよく使う南京結びですとかね、ロープ使っていたんですけど、仕事では使うことがあってもですね、仕事以外、遊び、特に遊びではですね使ったことはないんですけども、外で活動している以上ですね、いつかどこかで、使うことはあるだろうと、また覚えていても全くそうはないだろうっていうことでですね、今日も YouTube を見てましたら、その南京結びに代わるですね、結び方、いくつかありまして、そのうちの一つはですね、過去にも私やったことがあったものなんですけど、とにかくですね、ほどけなかったんですよね、その結び目っていうのが。確かに丈夫でですね、ほどけることはまずない結び方だったんですけど、私だけだったらいいんですけど、周りにですね、周りのその、スタッフというか従業員とかもいるわけで、その人たちがですね、ほどくのに大変な思いをしてもらっては、やっぱりお互い困りますので、オーソドックスな南京結びやっていたんですけど、で、職場が変わったりしてもですね、やっぱりいつどこで誰がやっても同じ南京結びなんですよね。末端の止め方が多少違うっていうことが、っていうところがあるくらいで、結び自体は皆さんほとんど一緒だったんですけど、その南京結びに変わる結び方、特に、そのロープワークの教本と言いますかね、そういった本にも特には名前とか書いてないとか、その YouTube の方何名かですね言われてましたけれども、私も正直ですねやったことがなかったんですけど、今度から、去年まではですね、仕事でも多少ロープ使うことがあったんですけど、今は今年に入ってから特に仕事でロープを使うってことはないんですけど その南京結びに代わる結び方、これではマスターしましたので、また実践で使えたらいいかなと。遊びでもですね、役に立つことは、この先あるかどうか分かりませんけれども、いつどこでどういった知識経験が役に立つか分からないっていうのが人生と言いますかね、日々の生活だと思いますので、また何回かですね、このロープワークって、とにかく何回も何回も反復練習ですとか、仕事でやってればもう、ほとんど毎日やってますの、毎日やっているものであれば、その何年もやってなくてもですね、勝手にこう手が動くんですけど、あまりやったことがない結び方ですとかね、その仕事でもそうですし、プライベートでもそうなんですけど、なんか分かってはいるけど、あまり実践ではしたことがないっていうとですね、やっぱりこう考えながら手を動かすので、たまにやっぱりこう上から通すのかな、下から通すのかなとかですね、手は右だったか左だったかとか、なんか逆手だったかなとか、そういったことをですね、ちょっと考えながら、間違いながら、なんとかこう結んでいくんですけど、なのでこう手元にですねこういつでも触れる環境ですね、本当はもうちょっと太い
あのロープ欲しかったんですけど、まあ、とりあえず100円で、まあ、間に合うようにですね、そうこういう、末端処理のですね、この結び方とかもですね、やっぱりやってないともう全くそのロープとロープの連結ですとかね、こう輪っかを作るとかっていうのもやってないと本当に、忘れてしまいますので、でそれで覚えたその結び方っていうのは別に私のこれ特にロープワークの YouTube でも何でもないですので、まあ、特にはやらないんですけど、まあ、あの引き続きですね手元に置いて、まあ、技術というか、まあ、技術高めたいというかですね、まあ、忘れないようにだけはしていきたいなというふうに思います。はい、ということで以上。